三種類のポンデリングドーナツ。左下から時計回りに抹茶、黒糖、通常のシュガーコーティングのポンデリング。ポンデリングとはダスキンが運営する日本のミスタードーナツで主に売られているドーナツの一種である。もっちりとした食感と八つの丸が輪のように繋がった形が特徴であり、名前はブラジルのパンであるポンデ形状にちなんでいる。 2003年より売り出されている大ヒット商品で業績が悪化していたミスタードーナツが復活するきっかけとなったミスタードーナツの看板商品の一つであるドーナツはサクサクふんわりの食感が定番と言われる中もちもちとした食感と鼻に似たユーモラスな形を特徴として売り出したドーナツであるミスタードーナツが販売していたドーナツは 時間が経つと食感が悪くなるという欠点があったが、キャッサバから取れるタピオカでんぷんを使用することによって柔らかい食感が長続きする生地を生み出すことに成功した。しかしながら、通常より保水力の高いタピオカ入りの生地は火を通すと均一に膨らまなくなるので、八つの玉をつなげたような形に生地を成形できる機械を用いて、これまでのドーナツと異なる形にすることにした。 一口ずつ丸い玉の部分をちぎって食べることもできる。生地は各店舗で作っており、粉に混ぜる水の量を気温や湿度に応じて調節している。名称はブラジルのもちもちとしたチーズパンの一種であるポンデ形状から取ったものである。シュガーコーティングの標準的なポンデリングの他に、黒糖、チョコレート、抹茶、チーズクリーム、ブリュレなどのバリエーションも発売されたことがある。 ただし、醤油味などはあまり人気がなく、すぐ廃止となった。ポンデリース。2002年、ミスタードーナツは、無人化食品添加物を含有する、肉まん販売が発覚するというスキャンダルに見舞われ、売り上げが減少した。この逆境を乗り切るべく、商品開発担当の福田利也や真鍋洋一郎などを中心に新商品のポンデリングが開発され、2003年1月に、 正式に発売された。全国にある1300店で1日あたり63万個を売り上げるというヒット商品になり、ミスドの救世主と呼ばれる看板ドーナツとなった。同年には大日本女中菊のカイロである、緊張、ドンと長屋園の味噌汁である、アサゲ森永製菓の菓子である、ポテロング、津村の育毛剤である、インセントと五社で CM を共同制作する、いわゆる、 ルーレット CM も放送された。ポンデリングはミスドのイメージ回復を早めた重要な商品であると言われている。2004年1月にはポンデリングに似たた紙を持つライオンのキャラクターであるポンデライオンがマスコットとして登場した。このキャラクターが非常に好評であったため、ミスタードーナツで貯めたポイントをポン、デライオンのグッズと交換できるサービスが始まった。 2010年8月時点では売り上げが13億個を超えた。海外店舗でも人気があり、韓国のミスタードーナツでは2011年時点で1日1万個ほどのポンデリングが売れていたという。2013年にはマツコデラックスと島崎遥がポンデリングの CM に出演した。2015年のクリスマスシーズンには ポンデリングにクリスマスリース風の装飾を施したポンデリースが売り出された。2016年にはよりもっちりとした感覚を追求したのびのびポン、デリングが糖蜜、チョコアーモンド、黒蜜きなこの3種類のフレーバーで登場した。2006年、鳥のオリンピックフィギュアスケート金メダリストである荒川静香が期間限定商品であるのびのびポン、デリングの CM に出演し、 ドーナツを食べながらフィギュアスケートをするという映像が放送された。ただし、実際に荒川がドーナツを食べながらスケートをする様子を撮影したわけではなく模造品が使われた。のびのびポン、デリングは通常のポンデリングの2倍程度伸びる生地であった。ポンデ、ちぎりパン。2003年の発売以降、ポンデリングはミスタードーナツの売り上げでトップを占めていたが、 2016年8月に一口サイズのドーナツポップに売上主位の座を譲った。2017年には愛知県のミスタードーナツ店舗でポンデリングなどのドーナツに鉛筆と思われる木の切れ端が混入するトラブルが起こり自主回収が行われた。2020年の6月にはミスドご飯のラインナップとしてシュガー、チーズ、明太マヨソースの3種類のポンで ちぎりパンが発売された。ポンデ、ちぎりパンは、ポンデリングの形と食感をパンで表現した商品である。2003年の発売時には、ポンデリングは100円であった。2007年には105円から126円に値上げされた。2013年12月の値上げでは、価格据え置きとなったが、2015年には、ポンデリングのバリエーションがすべて値上げとなった。 2016年11月には、オールドファッションドーナツなどと共に値下げが行われた。この時の値下げはユニクロなどによる値下げのトレンドに沿う、ものであると評された。2020年には、リニューアルに伴い、ポンデリングとポンデ、黒糖が10円、ポンデストロベリーが11円の値上げとなり、結果的に全日社はテイクアウトが108円から118円。 イートインが110円から121円になり、後者はテイクアウトが129円から140円に、イートインが132円から143円になった。ポンデブリュレとメロンソーダ。発売時にはもっちりとした食感の独創性が高く評価され、サクサク、ふわふわ、しっとりが幅を利かせるドーナツ界に、もちもちという第四の食感を持ち込み、革命を起こしたと言われている。 ミスタードーナツの看板商品として定着している。日本では全国的にドーナツの定番としてよく知られており、パロディも作られている。2011年には大阪駅で土産物として大阪本でリングなるパロディ商品も売られていたという。2016年には2020年東京オリンピックパラリンピックのエンブレムにポンデライオンをあしらったパロディエンブレムが インターネットで話題となった。ミスタードーナツで売られている商品であるが、白玉粉などを用いて自作するものもいる。ありがとうございます。